中野信子の人生を変える脳の使い方。人生をよりよく変える脳の使い方を脳科学者中野信子さんに教えていただくコーナーです。中野さんおはようございます。おはようございます。さあ、早速今週のテーマをお願いいたします。はい、今週のテーマはこちらです。2016年脳科学会のトピックとはお今年を締めくくる <laughs> テーマ脳科学界のトピックって何でしょうか、はい、そうですねいろいろあるんですけども私的には人工知能、はい、AI を挙げたいと思います AI, AI って何の略ですかえーとアーティフィシャルインテリジェンスですね<ー>、えー、人工的にもコンピューター上などで人間と同等の知能を実現させようという、まあ、試みですけれども、はい、今年はあの以後ですねうん、うん イゴの騎士、まあ、ね、韓国でね、イーセイドルがですね、あの、コンピューターイゴプログラムのアルファ号っていうのを負けてしまったという。ありました。四で、えー、4勝1敗で AI が勝ったんでしょそう,でそうなんですよ。その4戦目でしたね。あの、イーセイドルが、あの、 アルファ号の打ち筋っていうのを研究して、ちょっとこう通常打たない手で、まあ辛くも勝ったということがありまして、AI で、AI の囲碁棋士が人間の棋士に勝つのはもう随分先だと思われてたんですが、なんと2016年に実現されてしまったというので、かなりの衝撃が走った、そういう事件でしたね。いろいろまあ将棋とか。はい。 え、チェスとか。はい。いろいろある中で、以降は非常に難しいと言われてたんですよね。す、はい、<laughs> る通りです。<ー>なのに,なに勝ってしまったと。いうことで、<ー>あのあ、もしかしたら AI の発展はものすごく早いんじゃないかということで、うん、こう、戦慄が走ったんですね。はーはー全世界に。なるほど。<laughs> うん、ということは人工知能は、人間の脳を、超えてきたっていうことですか、はいうん、そうですね。あの、これもすごくよく議論になることで、人工知能が人間を超える日が来るのか、 まあちょっと恐怖にも似た議論が盛んにされるんですけどもなんかこう仕事が奪われるんじゃないかとかただですねこれは囲碁というゲームに限った話ではある一定のルールの中では超えてますけれども人間というのは多様な問題に対応できるようにまあ設定されてとか作られていて何億年もかけてこの形になってるわけですよね。それが 人工知能がもうすぐ超えると私にはちょっと思えないんですね。<ー>今の現状を見るに。そうですか。はい。シュワルズネッガー主演のターミネーターのような、<laughs> ああいう,こうロボット的な人間。うん。はいうんうね、ああいう誕生は、もう,もうしばらく、もうしばらく、んじゃないでしょうかってことはあるってことですね。じゃうん、もうしばらく。可能性としてはあり得ますね。<ー>というのは、あの、例えば、非常に端的に言って、人間を、その、例えば、 あまりいい言い方じゃないですがうん、うん、殺人ロボットというものができたとしたら、うんうん、その機能に特化したものであれば、すぐに人間の能力を超えると思います。<ー>だけども人間のように多様な状況である一 でのパフォーマンスを発揮できるものってうのはできないと思います、ねあ。でも逆に言うとその殺人ロボットができるわけです。できるかもしれませんね。そういう恐ろしさがありますよね。恐ろしいですね。どっか下にせよね。はい。戦争の現場では使われるかもしれません。おそ<ー>らく多くの人が持っている、うん、あの恐怖としては、あのロボットが自分たちを攻撃してくるんじゃないか、はいそうね、という恐ろしさだと思うんですね。うんうん これは SF 小説で昔からよくテーマにされてきていて、はい、あのアイザック・アシモフという人がいますけどロボット三原則っていうのを作ってロボ,ットにはロボットは人間を傷つけてはいけない。はい、それから人間 の命令を聞かなくてはいけない。うん、それから、1と2に抵触しない限り、自己防衛をしなくてはいけないとい三原則を作ったんですね。いいですね、その三原則、うん。まあ、いわば家電に例えて言うなら、うん、安全で便利で長持ちっていう条件を満たすようにロボットを作りましょうというお約束があるといいですねっていうことをアイザック・アシモフが提唱してるんですよね。うんはい、おそらく今後の開発はその三原則にのっ取ってやられることになるだろうと思いますが、うんうん がですよ。ですよ。テロリストみたいな人が。うんね、頭のいいテロリストがね。そう,そ,うそうです、そうです。三元素を破るようなロボットを生産するかもしれない。うん、そこが怖いところですね。なんか戦争とかですね。やっぱり相手国、敵型を、にダメージを与えようとするときに、うん、その三元素を破ったものを作って、 ラらという恐怖感がやはりありますね。まあ、とりあえず私の恐怖感は、はいこう、テレビ画面とかこういうラジオのマイクの前に座る、はい、す,もうすっごい優秀なロボットにとって変わられないように努力していきたいと思います。<laughs> そうですね。えー、そこはどうでしょう。中野さん自身もそうですよおそ。もう恐ろしい話です。本当です。はい、さあ、今週の締めの言葉お願いします。人工知能をうまく使いこなして発展的な未来を目指しましょう。人生を変える脳の使い方。 脳科学者、中野信子さんにお話を伺いました。これが今年最後の放送になります。来年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい